ックスゲームマインクラフトの23サーバー内ではアマメ図書館という建造物があり、そこには、寄贈図書がある。その中の一つ、アンジュ・カトリーナ様によって執筆された図書夢は、自身ともう一人のライバーとのやり取りをイメージした、つまり夢小説ってこと。アンジュ・カトリーナ様、握手いたしましょう。夢小説であると。その対象となったライバーとホームの冒頭部分を記す。あ、これちょっと私得意かも。松海魔王様、リーノ・ミコト様、ニューイシャシエル様、リズ・ヘイル・エスタ様のいずれかである。これを松海魔王様とリーノ・ミコト様を選べ。あー怖かった、アンジュ全然ビビらんやん。これ頑張ってシーナ・ユイカ様の真似します。アンジュ全然ビビらんやん。これシーナ・ユイカ様ね。で、あれ？アメがどなたか。で、アンちゃん私結婚することにしたんだよね。え？あ、これいいこれいい。一瞬言ってる意味がわからなかった。少し前に知り合った人でさ、ちょっとバカだけど優しい人なんだよね。そっ喉が詰まるように感じる。息がうまくできない、息がうまくできない。夢小説あるあるですわー、これいいですわー。ここからね、ここからとなんか突然の感じね。で、じゅ、あんじゅ、目を開けると夏の暑い日差しが私の顔に降り注ぐ。いや、私もこのスタートの夢小説書いたかも。あんじゅ、おはよ、よく眠れた。見上げると丸々がいた。長い髪は私の方をくすぐる。アンジュ話してるうちに寝ちゃったんだよ。こんなところで寝てたら熱中症になっちゃうよ。優しい方ね。で、まるまる。これいい。久しぶりに会ったと思ったらいつもと変わらない調子のアンジュ。こっちが一体今までどんな気持ちで。これね、この自分側じゃなくて向こう側視点の夢小説めちゃくちゃいいですわ。アンジュが唇を尖らせて走ってくるとそのまま抱きついてきた。やめろ、くっつくな。それをグイグイと手で押して引き剥がしながらいつも通りの探しやりとりが続く。しかもこのいつもやめろって言ってるんだけど、実はこっち側が好きっていうね。めちゃくちゃいいですわー。え、これ読みたい。このためにマインクラフト行こうかしら。読みたすぎる夢小説。ちょっとアンジュ・カトリーナ様、私の夢小説も書いてください。お金払います。ちょっと推理しましょう。アンジュ・カトリーナ様とニューイソシエル様の、歌ってみた聞いたんですよ、ローワーを。で、それすごい PV が良かったので、おそらくすでに仲がいい。で、このはどうしましょうっていう感じじゃない、多分お互いなので。で、髪が長い、ニューイソシエル様髪が長いのでニーカーさんのどちらかだと思うんですよ。で、さらに仲がいい、しかも2人で歌ってみてあげる感じの2人の関係性でめちゃくちゃいいと思うのは、あんちゃん私結婚することにしたんだよね、この2番だと思いますわー。で、松海魔王様は結構なんかみたいな顔されてて、すごい可愛いイエイみたいな感じの方なので、このアンジュ熱中症になっちゃうよみたいな感じではないのではないかと思います。リズヘルエスタ様とアンジュ様すごく仲がよろしいので、多分3番がリズヘルエスタ様なのではないかと思います。なので1番か4番と見た。で、松海魔王様はどうしましょうっていうタイプじゃない、アンジュ様が言ってる可能性もあるんですけど、アンジュ様と松海魔王様仲がいいのかしらね。じゃあ4番、仲がよくあれ、アンジュ様と松海魔王様仲がよくあれ。そして実は松海魔王様もそう思ってるけど、ちょっともうやめてよみたいなテンションだけど、実はすごく大切な友達と思っていてくださーい。なので1番はリーダー味方様。よし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 。